はい、おはようございます。ラスカルでございます。ということで本日はですね、ステーキのチャレンジメニューに挑みに来ました。まあチャレンジメニューとは言ってもですね、最近大食いの方がいろいろとやっているんですけれども、ステーキロッツさんというお店でですね、ワンコのビーフステーキチャレンジがあると。まあワンコと言ってもですね、通常ビーフステーキこれが 200g ずつ出てくるような内容となっておりまして、それを何皿食べれるかということで、制限時間が30分なんですけれども、今回ね挑むチャレンジが、料金が4980円で提供されるお肉なんですけれども、通常メニューで出されているね、このフレッシュステーキというものでして、これですね、今回提供されるお肉、通常の営業ですと 200g でね1590円、税込みで1749円ということで、ってことはだいたい3皿食べたらもうすでに元が取れるということで、今回はですね、このワンコステーキチャレンジということなんですけれども、無理をせずにね、しっかりと味わいつつも、まあ何枚いけるか記録も狙いながら食べていこうかなと思います。うわ、めちゃくちゃうまそう。やばいな。あのね、もう店内いい匂い漂っておりますので、早速ですね、本日このステーキ堪能していこうと思います。ちなみにですけど、こちらのお店さんですね、僕も動画で何度も訪れておりまして、普通のステーキはもちろんね、このねカンガルー肉とか、まあ、チキンですとか、そのあたりね、タンパク質の多いお肉は結構豊富でして、実はね、僕もテレビの大会とかあるとき減量するんですよ。そういう際にね結構使ったりするので、まあ、ぜひね、あの皆様もこちらのステーキ堪能してみてください。すいません、ありがとうございます。うわー、うまそう。いただきます。今回来ましたよ、こちらですね。うーわー、これがですね、今回30分食べ放題ということで、早速ねこちらの出来立ていただいていきましょう。じゃあそしたらですね、本日のチャレンジ早速スタートということで、よいしょ。あー、いただきます。うわー、うまそう。まずはいただいたのがオニオンソースですね。うわー、うわうわ、たまらん。いただきます。うまっあ、これはいいわ。肉めちゃくちゃ柔らかいです。あ、これ食べ放題なんだ。お得すぎるな。これ多分3皿で元取れちゃうんで余裕ですね。早速本日一皿目完食ですね。焼き時間がどうしても3、4分ほどね、提供までに時間かかりますので、もうね追加は注文してあります。今回はワンコチャレンジということで、ちょっと一回これタイマーどかします。タイマーどかしてここに詰ませていただきましょう。いただきます。そしたらまた追加で次のもお願いしていいですか。こちら2皿目ですね。うわ、うまそう。とにかくね、このロッチオニオンソース、ガーリックソースなのかな、これがめちゃくちゃうまい。うん、でもひとまず、先ほどはねこのソースベースでいただいたので、ちょっと卓上試してみるか。やっぱシンプルに岩塩とちょっと胡椒か。うん、いいね。あ、肉って感じするな。ちょっとソースは野菜で食べつつ、この2枚目は塩コショウでシンプルにいきましょう。そもそも肉がうまいからシンプルな味付けが合うな。うん、うまっ。
ごい。しっかり出来たての鉄板できますんで、その熱との戦いもあるかもしれない、これは。そしたらただいま、こちら2皿目完食ですね。こんな光景初めてだな。じゃあ3皿目か。このオニオンソースでまたいただきつつ、やっぱ音がいいな。せっかくなので3枚目半分は塩とわさびを使ってよ。塩と塩とわさびで。あ、うまい。うまいな。あっという間っすねこれ。ペロッとだわ。さあ始まる。あ、先生、おはようございます。あ、ジンジャーソース、まあ、ちょっとね、4枚目も来たんですけれども、お店おすすめのね、ジンジャーソースいただきました。これちょっと後ほど紹介しながらかけましょうか。そしたらただいまこちら3皿目完食ということで、続いてはこの4皿目いただいたジンジャーソース使ってですね、ちょっと食べてみましょう。こちらはですね、このロッチさんオリジナルのジンジャーソースということで、贅沢にこれ、うわうまそう。あ、もう生姜のいい香り、たまんねえ。うまっ。うわ、うまっ。さっきのオニオンソースもものすごく美味しかったですけど、このジンジャー個人的にはさらに好みの味。うんまっ。すげえ酒の味する。味も好みですし、さっぱりで、もう4枚目なんですけど、ペロッとお肉いっちゃいました。これは一瞬だ。そしたらただいま、こちら、4皿目完食でございます。いや、この見た目壮観だな。見たことないわ、こんな絵面。じゃあ5枚目いきましょうか。どうでしょうかな。ちょっとここにですね、おすすめの食べ方書いてあるんですけれども、オリジナルの生ソースを使ってと。こちらなんですけど、ロッチさん限定の生ソースらしいんで、せっかくならちょっと使って、うわー、見ますかって。うまそう。ちょっとね、ソース焦げた感じたまらんね。あ、うまい。まあ、これめっちゃうまいな。うまい。今までね、このロッチさんのチャレンジとかでこのソース何度も食べてますけど、やっぱ結局ね、ここが1位かも。ただいまこちら本日の5皿目完食です。すごいな。またね、ちょっとベースに戻って、このオニオンソースですね。残り6分ちょいか。次の一皿行ったら間に合わないかもな。
すいません、最後ソースなしで1枚おかわりお願いします。それ残り4分ちょいなんで、今のおかわり分で最後かな。完食ということで、残りも3分半、もう最後やばいね。じゃあちょっとこの残ったね、ジンジャーソースとお塩もいかせていただいて、やばいやばいやばい、もうカメラがやばいことになってるな。あくあ、これうまっ。今のところお肉と野菜別々に食べてましたけど、せっかく最後ですからこれちょっと一緒にね。でもうまっ。そしたらただいまこちらですね、7皿目完食させていただきまして、はい、ちょうどただいま30分ということで、綺麗にねしっかりと完食させていただきました。はあ、ごちそうさまでした。ということでですね、本日はこちらステーキロッジさんで、新たにね開始されているワンコステーキということで、挑ませていただきましたが、本日の結果は7皿ということで、お肉の重量だけで言ったら、約 1.4 キロですので 3.5 ポンドぐらいか、ぐらい食べれたのかなと思います。久々に食べましたけれども、やっぱりねここのお肉はうまい、かつこんだけ美味しいお肉なのにすごくリーズナブルなんですよ。先ほどもねお話しした通り、今回いただいた同じお肉は単品で注文しますと、税抜きだと1500円ちょっとぐらいで、まあ、税込みでもですね、1750円ぐらいで食べれるものとなっております。なかなかですね、普通のステーキ屋さんに行くと 200g 注文したらそれだけじゃ食べれないとは思いますけれども、こちらのお店ではですね、安いお値段で美味しいお肉いただけますので、ステーキ食べたいなと気になるなっていう方はぜひこのロッチさんでね美味しいお肉食べてみてください。ちなみにね今回挑戦したこのワンコステーキ、形式的にどうしてもですね皆様急がれる方もいらっしゃるかもしれません。ただですね、映像を見てわかる通り出来たて熱々の状態で提供されますので、やけどは本当に注意、ワンコといえどもですね急いでチャレンジするのは基本的には厳禁で、美味しく楽しく皆様も挑戦してみてください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね最近ではサブチャンネルでも活動を始めております。そちらは合わせて概要欄からチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。